お元気様です。久留米市シュースの平です。本日はですね、50歳以上の人たちが理解できない世の中、50歳以上の人たちが理解できない大学受験というお話をしていきたいと思います。で、高校生はこういうことを理解しているんですよ。高校生とか今の50歳未満の人たちは理解しているんですけれども、今の50歳以上の人たちっていうのはこういう教育を受けてきてないのかなとは思うんですけども、まあはっきりわかるわけですね。はい。ですから特に聞いておいてほしいのは、そのまあよく私の同窓会とかですね、同じ52歳、昭和43年生まれの同窓会で、話をしてると、まあ50歳未満の若い連中がね、職場の飲み会ついてこないとね、なんでだろうっていうようなことをですね、彼らは言うわけですよ。はい。当たり前なんですよね、これは。実は当たり前なんですよ。では皆さんないですかということです。はい。はっきり言って私はずっとこういろいろ世の中見ていってるんですけれども、もう50歳未満の人たちは50歳以上の人たちについていってないです。はい。だから飲み会とかではっきり出てくると思うんですよね。飲み会とかで50歳未満の人たちついてこないじゃないですか。もう50歳以上だけで固まって飲み会やってるじゃないですか。うん。なんでですかっていうんです。というのが、例えばこの背景にあるような環境論とかですね、大学入試とかで出てくるような環境論とか、そういうようなことを、まあ今の50歳未満の人たちは、大学受験とかを通して教育されてるわけですよ。うん。で、このチャンネルですね、このチャンネル、45歳以上の方がもう 50% 以上見ているんですね。このチャンネル見ている方の 50% 以上が45歳以上なんですよ。で、特に65歳以上の方とかがですね、15% ぐらい見てあるんですよね。ちょっと、さっき言いましたっけか、一応ですね、ここは私は高校生を対象にお話ししようと思っていたんでですね、あくまでその、高校生がやってる評論文レベル、こういう環境論とかですね、評論文レベルの話をしたいわけで、大学入試とは関係ない、大学入って勉強するような学術論文の話はですね、そういうのはちょっと要求しないでほしいんですよ。なんかそういうのはいろいろこうメールとか来るんですけれども、明らかにこの方々はちょっと保護者とも違うんじゃないかなっていうですね、方々からその評論文のレベルの話じゃなくて学術論文のレベルの話をやってほしいかのようにこう来るんですけど、ちょっと待ってくださいと、これ高校生が見ている内容ですからね、半数以上の人が45歳以上の保護者とかの年齢であろうけれどもですね、はい、ということでいいですか、なんで50歳未満の人たちがついてこないのかっていうことですね。で、今回ちょっと土砂崩れがありましたよね。はい。で、この土砂崩れの話なんかでも、まあ、その50歳未満の人たちなんかは、やっぱり私に言ってくるわけですよ。うん。土砂崩れが起きますよと。まあ、今回のその土砂崩れがどうか分からんですけど、今回の土砂崩れに関しても、まあ、えらい噛みつかれてますよね。その太陽光発電がとかね、また金儲けのせいで人命が失われたとかいう感じで、ものすごく今の50歳未満という人たちは50歳以上の人たちの金の人の命を奪ってでも金儲けというような、そういう会社の理念には反対だみたいな感じのですね、そういう感じでもうその飲み会参加しないみたいな感じになっちゃってるんですよね。だからそこもちょっと50歳未満の人たちはちょっとそこら辺誤解があるよなというようなところはあるんですけれども、何よりもそういうふうな50歳未満の人たちがね、環境論とかなんとかでいろいろ勉強してですね、例えば土砂崩れっていうとその杉とかヒノキですかね、ああいうのを植林するようになってから起きるようになったんですよ。杉とかヒノキとかああいうのは根が浅い木なんですよね。で、あれが金儲けになるんですよ。だからそうじゃなくて、今までのその昔からあるような根のものすごく深くまで掘っていくような、張っていくような、そういうふうな、なんですかね、まあ、なんていう木なのか分かりませんけども、今まであったようなそういうやつを全部伐採してしまって、でハゲ山にして、そして、杉とかヒノキとかを植林し始めたっていうのが、まあ、今までの流れであって、それ法律上問題ないんだから、ね、人の命を奪おうがなんだろうが、そんな知ったこっちゃねえと、ね、
を、今の50歳以上の人たちの企業理念とか、ね、ビジョンとかそういうものを聞いていたらもう本当に、嫌になるっていうのが今の50歳未満の人たちなんですよね。だから飲み会には参加しない。だからもう本当に私の同級生とか、ね、同窓会の時なんかにもうそういうな会社の理念とかビジョンとか、ね、ミッションとかそういうな話を、ね、とくとくとこう酒でも飲みながら、ね、話をしたいのにもう50歳未満の連中で来ないんだよと、なんでみたいな感じで言うわけですけれども、簡単です。もう教育が違うんですよ、50歳以上と50歳未満では、うん、でもうはっきり面白いんですけど、私の教え子の高校生たちがちょうど今その親御さんの世代がですね、50歳以上の人たちから50歳未満に変わりつつあるんですね。だから今の50歳以上の親御さんに育てられている高校生たちっていうのは割とですね、我々世代の50歳以上の世代の人たちの話に共感するところがあるんですよ。でも50歳未満の親御さんたちに育てられている今の高校生たちっていうのはもう50歳以上の人たちの言うことに対しては全くそこは反発するというような感じなんですよね。もう当然です、親世代がもう飲み会に参加しないんですから。50歳未満の親世代がもうそういうふうな50歳以上の人たちのそのね、もう杉やヒノキを植えてもそれは法律上問題ないんだから、ルールに問題ないんだったら人の命を奪おうが何だろうが問題ないという感じで、こう企業を金儲けを進めていこうとするようなものをですね、ものすごくその何て言うか、毛嫌いするというかですね、もう50歳以上のやつらと話したってしょうがないと、あいつらの、ね、経営理念とかっていうのはねとんでもないというような感じで、まあ怒ってるわけで、そうするとね、ホリエモンとかが100万人とかですね、数百万人とかいうにあって主張されてるわけじゃないですか。そうするとホリエモンなんかがあんなね、企業理念とかクソくらいだっていうような感じでバーッとこう YouTube とかで言うわけですよ。そうすると若い連中はもうみんなわーっとホリエモンした感じでね、その通りみたいな感じでもう若い連中はホリエモンにわーっと集まっていくわけでね、でそれを必死になってこう50歳以上の連中がね、ホリエモンけしからんみたいな感じで、まあ臭いものに蓋するみたいな感じでこうや叩こうとするもんだから、ここもまたうまくいかないわけで、そういうことやったってしょうがないんですよ。だからそういうのはなんていうのかな、すごくなんちゅうのかな、企業理念とか深いことを言ってるのは分かるんだけれども、そういうことを言ってもやっぱり今の若い人たちには通用しない、50歳未満の人たちは飲み会に来てくれないね、そういうようなところがありますので、まあ、環境論とかこういったのをですね、やっぱ50歳未満、50歳以上の我々の世代っていうのはあんまり大学入試とかでこういうことはやってないんですよね、うん、やってたかもしれないけども、本当にもう一握り の本当にこういうことを理解できるような人たちだけの話であって、もう50歳未満の人たちっていうのはみんなこう全員がこうやらされてきてるので、非常にこう浅くかじってるようなところがあってですね、ちょっと私なんかもびっくりしたんですけれども、ある若い経営者の方がですね、まあ結構年配の経営者の方に噛みついて、ね、そうまでして金儲けしたいんですかとかいうことを言い出したから、ちょっと待てとなんかこうその人として間違ったような金儲けの仕方をしているわけじゃないだろうと。だからそのものすごく金儲けしてる人はいかんけれども、ものすごく儲けているその経営者の方なんかはですね、まあ何ちゅうかな、前にも話しましたかね、ブロック、そのブロック塀とかはもうちょっとうちでは作らないようにしてると、うん、なんでかっていうと、まあ福岡県なんかでも前に震度5強の地震があった時にブロック塀が倒れて、でそれで1人お亡くなりになったんですよ。だから震度5ぐらいで人がお亡くなりになるっていうのはこれちょっとおかしいんですよね。で何が原因だろうということでずっと突き詰めていくと、ブロック塀が倒れることによってそれでお亡くなりになっている人たちが出ている、だから震度5とかでも死者が出てしまっているのはそこだということで、もううちの会社ではもうブロック塀は作りませんっていうような感じですね。もう本当に潔いんですよ、そういう話聞くと、ね、人間的に素晴らしいんですよ。だから別にその金儲けのために人の命がどうなっても知らんみたいな、そんな感じの社長さんじゃないわけですよ。それなのに若い社長さんが、ね、そうまでして金儲けしたいんですかみたいな感じでちょっとそれおかしいやろっていう感じで、ちょっとその時はうんっていうふうに私も首をかしげたんですけどですね、はい。だからその
まあ、なんかものすごくこうマグマのようにその50歳未満の人たちが経営者をはじめとしてですね、ものすごく溜まってるなっていうのは私は分かるんですよ、うん、でそこをちゃんとつながなくちゃいけないのは、その50歳未満と50歳以上をつながないといけないのがちょうど私のような50歳前後の人間なんですよね。だから私たちがやらないといけないんだけども、どうしてもちょっとそこがうまくいかないもんですからね、今いろいろと揉めているところではあるんですけれども、まあ、ちょっとですね、まあ、そういう深い理念とかを語り合うのもいいんだけれども、やっぱりちょっと若い人たち、ものすごく考えが浅いんですよね。言ったら怒ると思うけれども、その考え方が浅いから、ホリエモンみたいなああいうちょっと浅いことを言うと、わーってそっちに流れちゃうわけですよ、ね、経営理念なんかいらないんだとかいう感じで言うとですね、そのホリエモンが言おうとしていることの物事の本質がちょっとよく見えてなくて、ホリエモンはちゃんとね、経営理念とか分かった上でそんなこと言ってるんだけど、ね、もうそんな本当に今の50歳以上の人たちが掲げている経営理念なんていうのはね、今回のほら見ろと、ね、土砂崩れが起きてああいうな太陽光パネルをやったせいだとかなんとかっていう感じで、すごく表面的で浅いところでこう、なんちゅうかな、こういう環境論とかを大学入試とかでかじってる子たちがすごい多いもんだからですね、ほとんど全員こういうことをやってますからね、ちょっとそこら辺は気をつけた方がいいんじゃないのかなっていうようなところでは感じてるんですね。でさらに言うと、もっと悪いことに、何度も言うように、その今の高校生たち見ていて本当に面白いなと思うのは、もう50歳以上の親が育ててる高校生と50歳未満が育ててる、ね、高校生と、やっぱはっきりそこら辺の差が出てくるなというところがあるので、うん、まあこれはこれでですね、なんていうか50歳、まあ特に50歳以上が育てている高校生っていうのは今もうだんだん少数派になってきてますからね、はい、もう50歳以上が産むことはなくなってきてますから、そうなるとやっぱ50歳以上に育てられている高校生たちすごく苦しんでるんですよね。そういうような今の世の中の風潮はこういう感じですから、うん、もうホリエモンとかにこう流れちゃうようなそういう世代になってきてますので、はい、そこら辺はですね、やっぱりその自分で50歳以上の人たちにとって耳障りのいいことを言ってくれるような人間にばかり、50歳以上の人たちはおもねていると、これは大ごとしますよ、ちゃんと周りが見えてますかと、ね、自分たちの足元見えてますかと、50歳未満の人たちがちゃんと飲み会来てますかと、ね、そこで気づいてるんだったらなんでかなっていうようなことにちゃんとこう話を持っていかないと、うまくここら辺がですね、50歳のところで断裂がありますよということを何度も私は言ってますけれども、まあ、そこはですね、気をつけた方がいいかなというふうに思っております。はい、ということで、高校生でも分かってるけど50歳以上が分かってないこと50歳未満の教育というかですね、そういうふうなお話をしました。はい、よろしいでしょうか。まあ、環境論の話をちょっといろいろ突っ込んでしたかったんですけどですね、まあ、そういうふうな地震の話だとか、ね、土砂崩れの話だとかですね、もう本当にその土砂崩れが起きにくい、少々雨が降っても根がしっかり張っておけば土砂崩れしにくい、地震が起きても根をしっかり張っておけば土砂崩れがしにくいとかですね、まあ、そういったのがいろいろ入試では出てきますので、評論文ではですね、はい、そこら辺が今の近現代、現代の行き詰まりであるとかいうようなことをですね、いろ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 そういうような形で入試では出てきますから、特にこの朝6時からのメンバーは聞いとってほしいところではあるんですよ。もう夜6時からのメンバーの人たちは結構浅い内容で大学入試で環境論が出てくるので、そういうふうに浅くかじったぐらいでですね、もうすぐこう、なんていうのか噛みついてくるんで、もう6時、朝6時からのその難関大学を受けるような子たちっていうのは、大体深い内容まで環境論とかをしっかり勉強してね、ちゃんと視野を広げた上でやっているから、まあまあ安全なんですけど、まあ多分ですね、今の50歳未満の世代からですね、だん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 下のレベルの大学まで、一般の学生までこういう環境論とかちょっと理解しにくいやつをもう全部大学入試でやっちゃってるもんですから、結構その辺の弊害も出てるよなーちなところはあるんですけどですね。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、評論文レベルのことしか私は喋りませんから、そういう学術論文レベルのことを私に要求しないでください、お願いします。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。